皆さんこんにちは、マクルグラフです。本日紹介する大文字は E です。 E はこちらの大文字に必要なベーシックストロークで紹介しているこのストロークを使います。ベーシックストロークを練習してから大文字を書くと習得が早くなると思うので、ぜひ見てみてください。このチャンネルではカリグラフィーの細かいハウツーやちょっとしたコツ、皆さんの悩みを解決する動画をたくさん上げていますので、気になる方は固定コメントを見ていただくと、今までの動画が再生リストごとにまとめてあるので、こちらもぜひ見てみてください。チャンネル登録もしていただけると、動画制作のモチベーションがとても上がるので、よろしくお願いいたします。まずお手本を書きます。解説に移ります。 E は三角で書きます。1画目は大文字のベーシックストロークのこのストロークを書きます。下の長さを若干長めに、2分の幅6つ分くらいを目安に書いています。2画目は1画目の下の長さと同じくらいの幅を取って書き始めます。位置は X ハイトのセンターラインに2分の左角がつく位置から最初は真上に書き始めます。緩やかなカーブを意識して真横の線を長めに描きましょう。目安については後半のあるあるで説明します。3画目は2画目の開始位置と同じく X ハイトのセンターラインに2分を置き、2分 1.5 個分45度に上がり、2分3つ分真横にストロークを引き、ミーンラインにつけるような感覚で描けたら E の完成です。次にあるあるを紹介するのですが、最初に覚えておいてほしいことがあります。大文字の E は多くの場合、下が長く、次に上、その次に真ん中という順に短く設定されています。このように全ての長さをぴったり揃えると、目の錯覚でまず真ん中が長く見え、次に上が長く見えてしまい、頭でっかちな印象になってしまいます。下の線、上の線、真ん中の線の順に短くしていくと、パッと見た時に違和感が少なくなります。また真ん中の線もぴったり真ん中に設定すると、目の錯覚で少し下寄りに見えてしまうので、若干ですが上の空間が狭く、下の空間が広くなるように意識しましょう。デザイナーの方たちはこのような錯視効果をうまく解消することにより、パッと見た時に自然に違和感なく見えるようにデザインしています。E のそれぞれの線の長さが違う理由を説明しようとして少し脱線しましたが、大事なことですので覚えておいてください。これらを踏まえてあるあるを説明していきます。あるある一つ目は、2画目の横線が長かったり短かったりするです。ストロークの目安は1画目のカクッと上に上がるポイントの延長線上で、同じく上にストロークを引きましょう。イタリック台の場合は下の先端と上の先端が傾斜に合うようにストロークが引ければベストです。2つ目は、3画目の開始位置がわからないです。上すぎても下すぎても違和感があるので、私はまず X ハイトのセンターラインに2分の右角が乗る位置にペンを置きます。そこから2分の幅 1.5 個分上に上げ、2分の幅3つ分右にストロークを引き、ミーンラインに2分の右角が来るような目安をつけています。皆さんもぜひ自分なりの目安を見つけて、あなただけのかっこいい文字を書いてみてはいかがでしょうか。最後まで見ていただきありがとうございました。
疑問・質問等ありましたら、ぜひコメント欄を活用ください。カリグラフィーに関する有益な情報をたくさん発信していますので、気になる方は固定コメントの再生リストを見ていただけたらなと思います。もしよかったらチャンネル登録もしていただけると、動画制作のモチベーションがとても上がるので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。